は闇を滅ぼし、世界は平和を取り戻した。なんという奇跡、なんという感動でしょう。だから言ったでしょ、ソニックは絶対負けたりしないのよ。ええ、しかし我々は眠らねば生きてはいけないというのもまた真理です。世界には光と同様に闇と夜もまた必要なもの。滅ぼしたのではなく、ただ休ませ眠りにつかせたのかもしれません。数百万年の時をかけて闇は育ち、光に癒されまた眠る。それがダークガイアとライトガイアのバランス、あるいはそのバランスこそがこの星の意志そのものなのでは。難しい話はあとあと、ソニックたちが帰ってきた時のためにお祝いの準備しましょう。